こんにちは、木下優香です。今日はね、あ、じゃん、ビーフシチューをいただいたんですけど、こちらを10人前と卵を10個使ってビーフシチューオムライスを作りたいと思います。今回使うのはこのビーフシチューのレトルトで冷凍になってるものです。家で作ったビーフシチューでも普通のレトルトでも何でもいいと思います。こちらをね、まず湯煎で溶かします。オムレツを作ります。卵を割ったら牛乳を加えます。まあ適当でいいです。そしてお砂糖、塩、胡椒、もう塩も胡椒もね、お好みの量を入れてください。適当でいいです。でも牛乳はね、ちょっと入れすぎると卵が固まらなくなっちゃうから気をつけてくださいね。で混ぜます。これでオムレツの素は完成です。お皿にご飯を盛ります。今回は7合用意してます。半分の量のビーフシチューをまずかけます。めっちゃ大きいお肉が入ってます。このビーフシチュー美味しそう。いいですね、お肉がゴロッと入ってます。熱したフライパンにバターを入れます。そしてさっきの卵を半熟に焼きます。ちょっとあんまり量が多いんで半分だけまず入れようかな。ちょっと火が通ってきたんでもう半分入れます。固まりすぎないうちに火から上げます。そしてさっきのビーフシチューの真ん中に盛ります。残りのビーフシチューをかけます。あんまり真ん中の卵を隠れないようにかけてください。はい、こんな感じですね。かけすぎちゃった、いいか。そしてパセリなどを飾って完成です。じゃん、めっちゃ美味しそう。でも重たい。重さを測ってみます。 6.06kg っていうの出たんで、器の重さをかけてだいたい 5kg です。めっちゃ美味しそうです。いただきます。これお肉がね、めちゃくちゃ大きかったんですよ。見てください、超大きい。これ一口で食べれん。うん、食べれました。この牛肉最高に美味しいです。すっごく柔らかくて程よく脂身があります。じゃあ、もう林のところもいただきます。林じゃなかったですね。ビーフシチュー、うん、オムレツもね、砂糖が入っておけほんのり甘くって、そこにビーフシチューのしょっぱさが加わってとっても美味しいですね。幸せです。めちゃくちゃ大きいです。めっちゃ長いこと煮込んどんでしょうね。すごい柔らかい。卵も半熟でできてます。ご飯はね、バターライスにしたりケチャップライスにしたりしてもいいんですけど、まあね、白いご飯がね、簡単ですね。今だいたい3分の1ぐらいですね。オムレツはね、バターの風味もするけ、これがもっと美味しいです。お肉残り2個です。このお肉です。ごちそうさまです。めっちゃ美味しかったです。このね、ビーフシチューね、お肉がめちゃくちゃ美味しい。すごい分厚いのにトロトロに柔らかくって、もう歯がいらんぐらい柔らかくて、で程よく脂身がついてて最高でした。オムレツとかもね、ビーフシチューとかは作りすぎて余っちゃった時とかいいですよね。とっても美味しかったです。ぜひ皆さんもやってみてはいかがでしょうか。本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録ぜひぜひお願いします。